はい、どうもアニマルパテモソでございます。というわけで今回は、タイトルでも分かるように自作のセパレーターを、はい、作りたいなと思います。で、まあ、これ持ってますけど、セパレーター結構高いじゃないですか。何千円するじゃないですか。作っちゃうと。はい。で、ちょっといろいろ試行錯誤して、実験とかしてたんですけど、実験っていろいろ試作品作ってたんですけど、一つ気づいたことあるんです。これね、知っとくと便利。よく、こう、大型水槽をやられてる方とか、自作のフィルターとかね、ろ過システムやられてる方、この塩ビ管使うと思うんですよ。この塩ビ管。よく一般的なね、フィルターとかに使われてるさ、塩ビ管で一緒のサイズ。これとか、これとかね。こう、ガチッとはまるやつ。このサイズ。これ何ミリ？ちょっとサイズわからないですけど、こういうな。これと一緒のやつです。これ。底面フィルターとかについてるようなパイプと一緒のサイズ。このサイズですね。ささん、はまります。はい。で、これを使って、作ろうと思ったんですけど、せっかくなんで、ここに穴開けて、セパレーターから、ぶわっと、エア、今安永のエアポンプつけてるんですけど、スーパー強烈なんで、これにもちょっと使おうかなと思ってね。で、まあ、こう、パイプを入れようと思ったんですけど、これグラグラしてるし、抜けても嫌やしと思った時に、ちょっといろいろ考えたんですけど、これを固定したいなと思ったんですね。これ。ちょっと眩しいかな。ロザイですよ、これ。普通のリングロザイ。これがちょうど、このチューブ一緒にはまるんですよ。立ってんのかな、これ。大丈夫かな。まあ、これにします。これにします。これちょうど入るんですよ。で、ここなんにぴったりですよ。でね、これをこう通して、このホースを、ある意味ちょっとガチッとしたいの。こういう感じ。これちょっと知ってる知ってないじゃないですか。これから先の工作とかにちょっと変わってくるんじゃないですか、これ。たまに入らない、穴に入らない、ホースが入らないね。この歪な形のこの路材もあるんですけど、この路材、いや、優秀。全部この路材に詰めて真ん中はこのエアポンプ通すとか、それはもう意味ないか。端からエアを通す。水を通すこともいいかもしれない。これ通すと。うん、まあなんかいろいろちょっと工夫によってはいろいろできる。まあこれをちょっと気づいたんですよ。こういうこと。うん、ですので、これを踏まえて、セパレーターを作ってみたいと思います。で、用意したのが、まあ、こういう、これとこれと、この感じなんですね。これまあ、もっとありますけど、これ、この部品は、この長い棒と、T 型のと、L 型のやつ。はい。で、それでどうしたかというと、こういう感じのものね。これは、あれは、これは使いません。こういう感じのものを作ったんですよ。中にこう、この材料こうしてね。で、これよくあるじゃないですか。外部フィルターの出口のシャワーになってるやつ。それをちょっと改造して、こっからのエアが、こっからこのちっちゃい穴から出るぜ、的なね、感じにしてます。はい。この感じ。で、ここに、こっちでいいかな。これはいいか。俺ドーム系やったっけ？これ下から出したいから、こっち短いのしようかな。こういうふうに、路材を通して、ここにブチャッと刺していて、作ってみたいと思います。できた。ここんとこに、吸盤つけました。こうネット、園芸ネットで。で、ここに園芸ネット貼りました。で、ちょっとこうグレーなんは、うちの館に、僕ちょっと今、仕事の途中だったんで、出れなかったんで、絵で描いて、これ何個、これ何個って描いて、色も言って、これの長いの買ってきてねって言ったんやけど、短いの買ってきちゃったんで、仕方がないんで、うちに残ってたグレーで足しました。まあ、もしゃあない。人に頼んだからね。はい。まあ、というわけで、こういう感じになりましたね。で、この下の、わかりにくいかもしれない。ここには穴が開いてます。1センチ刻みで穴開けました。こういうセパレーター。で、ここのところは、ちょっと軽く繋いではいますけど、こっから上を、まあ、外せるように一応してます。こう、1センチ切ればね。で、なんで外せるようにしたかというと、うちの60センチ、45センチ、45センチの、ワイド水槽があるんですけども、そこでも使えるように、ここ外して使えば、そこでも使えるように、こうちょっと。
外せるようにここはしてます、まあ、僕はこれもう完全グレーのところら辺はこれ外れると、まあ、これはちょっと残しますけどね、外れるシステムにしてます。というわけで、まあ、こんな感じ、まあ、セパレーターってねずっとつけっぱなしにしてたいもんじゃないんで、見栄え悪かったらどうせもいずれ外すんだったらもうまあこれでもいいかななんてね思ってます。じゃあ早速ちょっとテストしてみますか。さて設置しました。完全にセパレートされてますね、まあ、完全にちょっとあの吸盤はつけてません、ちょっと軽くだけつけてますけど、これでも固定されてるんでまあこれでいいかなと。で手前にこれを出してます。まあ奥にするとちょっと差し込みにくかったりするんであえて手前にしました。じゃあ早速ちょっとプスッとしてみたいと思います。エアうまく出るかな。それでは行きたいと思います。行け。出ない。空気いってんの？あれ空気弱い。もとい。ちょっとパイプのここのところが詰まってました。きつく締めすぎて。もう一回いきます。いけ。と。あ、手前しか出てないか。ここまでいかへんかな。あ、下げるともうちょっといくかな。ここもちゃんと止めたらいけんのかな。どうしたもんやろ。あ、出た。うん、いいんじゃない。出た出た。まあ、セパレーターとしてもでっかい魚自体は反対にはいかないかな。どうでしょう。まあこれ パチッと止めれば完全に固定できると思うんですけど、今ちょっともう外す前提なんで軽くしか止めてないですけど、まあそれでもこんだけ止まってりゃセパレートできんじゃないないの。エアもブクブクしてます。まあ、なんとか完成しました。というわけでこんな感じでセパレートされております。ちょっと斜めってるのはご愛嬌。はい、まあちっちゃい魚はいけるけども、まあ、もしかしたらポリプとかその辺底物系もいけるけども、大きな魚は渡れない、反対側にはいけないぐらいのセパレーターができました。まあ何かあった時はこれでセパレートしようかなと思ってます。というわけで今回は、うん、まあまあまあかな、うん、セパレーター作りました。まあ何かあった時のためにいいこもっとくといいかなと思います。というわけでアニマルパテモトでございました。アニモー。